一つ伝えたいことがあります。本日の読みステージをもちまして、私ヒカキンは M4 を、卒業させていただきます。ヒカキンさんの M4 卒業のお話を聞いてからですね、結構テンション下がってたんですけどいやいや全然その責める意味じゃなくて、なんか寂しいなと思って、おそらくですね、外の方が見ている以上に、あの M4 で一緒にやってる時にヒカキンさんが横にいるっていうことの安心感って結構あって、すごい不安なんですよね、やっぱりね、我々もうなんか誰よりもモンストロ頑張ってて、あの M4 っていうM4 っていうやっぱユーザーを代表する素晴らしいね、あのプレイヤーだなと思いました。本当にヒカキンさんには助けられたことが多くて、本当に本当にメンバーで本当に良かったです。これからもマルチなどしてください。お願いします。ありがとうございました。こんにちは、X フラッグの中のしそのぱちょんとぱないです。今日は、はい、こちら、じゃーん、 M4 募集この前の X フラッグパーク2016でですね、うん、ヒカキンさんがですね、うん、M4 卒業されました。はい、ね、まあちょっとね、うるうるでしたけどね、泣いちゃいました、ね、私も感動的。これまで本当ね、いろんな苦難をね、うん、爆絶を乗り越えてきた、ね、わけですから、4人でね、あ、でも大変な仕事ですよ、うんうん、ということで、まあ、そこでヒカキンさん抜けてしまったので、はい、M4 4人必要なのに、うん、3人しかそうですねいないということでですね、はい、うん、なので1名募集したいと思います。よしよし、新しい機体の申請を、そうです、はい、募集すると、募集します、うん、で一応ね、あのこの下に Google フォームの、ね、リンク概要欄に貼ってあるので、うん、そこから、うん、あの次戦他戦問わず、うん、推薦したい方をね書いていただければと思っております。はい、まあ、結構多分ゲーム実況されてる方がいいかな、うん、そうですね、うんうん、なんかしらこの推薦された時に私たちもそのどういう人なんだろうっていうのが分かるような、うん、そうですね、そのツイッターだったり、うん、あとまあこういう動画上げてる人だよとか YouTube チャンネルとか持ってるとか、うん、そういうのも一緒に教えてもらえると、うん、助かります、助かります、はい、あとまあ理由ですね、うんうん、今日ランクが500超えてるとか、うん、なんか爆絶音曲持ってるとか多分、うん、いっぱい理由あると思うんですけど、確かに確かに、ぜひそのね推薦理由もなんかもね、うん、書いていただけると私たちもね、うん、あそうなんだみたいな、うん、私も知らない人いるかもしれないと思っているのでぜひそのあたりもね、うん、書いていただければと思っております。はい、でですね、その募集していただいて、うん、まあ、多分いろんな方に票入ると思うんですけど、うん、まあ、皆さんからの票が多くて、うん、でまあ、本人もね、うん、やっぱ M4 になりたいっていう、いや大変な仕事ですからね、うん、意思がある方をまあ何名か集めて、うん、オーディションをまたね、うん、実施できればなと、うん、まあ、例えば誰かいますかね、え、カワケ？カワケ確かに一応ちょっぽいかますよ、カワケうまいもんね、めっちゃやってるし、あり得る、推薦されたらね、何になるんだろう、あれ、あの呼び方いやいや、もうおデブ、豚野郎なんでしょうなんでしょう、このおかっぱ豚野郎ベイビーカワケただの悪口やんとか、確かにね、
まあ、あとね村井さんもね、うん、今補欠ですけど、うんうんうん、まあ、全然推薦していただいてもね。確かにちょっとね、あとゴージャスさんもね、もう実践してくる可能性ありますから。してくるだろうな。あとあれじゃない、B4 は権利あるんですか？あ、B4 も、うん、あの推薦してもらってもいいし、あの実践も OK ですよ。うんうん、あ、全然。ヒール役からついにヒーロー役に。もう選ばれるかもしれないです。でもまあ、B4 一人かけますからね。そうですね。そしたらまた B4 オーディションが始まるっていう。まあでも全然ね、うん、そのあたりはもう気にせず。うんうん、全員にね、M4 になる権利はあるのでね、うん、なるほど、はい、まあ、男性じゃなくてもいいですからね、うんうん、そうね、女性でも全然、女性ストライカーでも上手い方いたらね、そうかそうか、うん、なるほど、ご応募いただければと思っております。はい、はい、ということで、M4 は募集になります。募集期間はですね、うん、今ここに出ている期間までとなっております。はい、その間にね、ぜひどんどん募集して応募していただければと思っております。はい、ではバイバイバイ。ご視聴ありがとうございます。まだモンスト公式チャンネルをご登録でない方はご登録をよろしくお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録お願いいたします。パソコンタブレットからご覧の方はこの画面内のこちらにあるボタンからご登録お願いします。 X フラッグではモンストアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。では、よろしくお願いします。